どうもちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は英語の代名詞の変化、〇〇のが身につくレッスンをやりますので、ぜひ最後まで一緒に頑張っていきましょう。で、代名詞の変化っていうのは、まず私は、いや私がは I を使いますが、私の、私に、私のもの、こういった時は my、me、mine。このように違った単語を使うような形になってますので、それぞれの言葉を覚えて正しく使えるようにしましょう。まず、英語の特徴を理解していきましょう。英語は、誰が、いや誰のを特に強調する言語になります。例文を見ていきましょう。What are you doing on your day off? これを日本語にすると、休日は何をされていますかっていうことになるんですけれども、day off っていうのは休日ですね。What are you doing? っていうのは何をしてますか。で、ここに your day off ということで直訳すると、あなたの休日は何をされていますか。で、このように your ぜひすべて身につくように頑張って練習してみてください。それでは、アディオスとか my とか、英語は誰のを特に強調して文章が組み立てられています。誰々のを身につけて、より英語の特徴を理解できるようになりましょう。代名詞の変化を見ていきましょう。代名詞は私、あなた、彼など、こういったものを代名詞と言います。それに対して〇〇はとか〇〇がといったときは I とか You とか He とか、皆さんがよく知ってる代名詞を使います。ただし、これが〇〇のになると My、Your、His ってまた違う形になります。で、それで〇〇をとか〇〇にも全く違う Me、You、Him、このような単語を使っていきます。そして〇〇のものになりますと Mine、Yours、His でまた違うような形になってます。で、この単語はすべて覚える必要があります。で、今回は特にこの〇〇のをやっていきたいと思います。代名詞〇〇のを見ていきましょう。私のは my、あなたの your、彼の his、彼女の her、それの its、私たちの our、あなたたちの your、彼ら彼女らの their、このように単語がすべて違います。これは必ず覚えなければなりません。で、ポイントは、英語のフレーズは誰が、いや誰のを意識して組み立てていきますので、ぜひこれをしっかり覚えていきましょう。それでは始めましょう。あなたのお名前は何ですかは英語で What is ○○ name で、あなたのっていうのは英語で Your ですね。なので Your name。 What is your name? What is your name?お財布を探していますは英語で I'm looking for ○○ wallet。 wallet というのがお財布、 looking for というのは探しています。で、この時に使うのは私のなので my wallet を使います。 I'm looking for my wallet。 I'm looking for my wallet。 それは彼の車ですは英語でIt's ○○ car。 car は車で、彼のっていうのは his を使います。It's his car。 It's his car。 私の犬はカゴの中で寝ますは英語で○○ dog sleeps in ○○ cage。 まず私の犬はっていうと my dog。ですね。カゴの中でっていうのは in cage ですが、犬のカゴの中っていうことなので in its cage を使います。My dog sleeps in its cage。 My dog sleeps in its cage。 彼女の家は千葉にありますは英語で○○ house is in 千葉。 is in 千葉っていうと千葉にあります。彼女の家っていうのは her house を使います。her house is in 千葉。her house is in 千葉。私たちの予定を変更しなければならないは英語で we have to change ○○ plan。 we have to change っていうと私たちは変更しなければならない。で、plan っていうのは予定ですね。で、私たちのプランってことなので our plan を使います。We have to change our plan. We have to change our plan. 彼らの息子は25歳ですは英語で○○'s son is 25 years old. 25 years old と言うと25歳。彼らの息子っていうのは their son を使います。Their son is 25 years old. Their son is 25 years old. 明日はお休みですは英語でTomorrow is ○○ day off. Day off っていうとお休み。Tomorrow は明日ですね。で、この時に使うのは私のお休み、私の休日って言った時は my day off と言います。で、この時に day off ではなくて my holiday とも言えます。休日っていうのは holiday にもなります。ただし、お仕事がお休みって言った時はこの day off を使います。Tomorrow is my day off.Tomorrow is my day off. あなたは彼の弟ですかは英語で Are you ○○ younger brother? Younger brother っていうと弟っていう意味です。あなたはっていうのは Are you ですよね。彼のって言ったときは his を使います。Are you his younger brother? Are you his younger brother?今日もこれで以上となります。ぜひ今回の誰々のこの単語ですね。ぜひすべて身につくように頑張って練習してみてください。それでは、アディオス!